つくつく帽子を捕食する、ハラビロカマキリ草食獣を捕食する、肉食獣ハエトリグサに捕食された花ブ捕食とは、生物が餌となる対象の動物を捕らえて食うことである。競技では、肉食動物が餌となる対象の動物を捕らえて殺し、食うことを指す。動物行動学的観点では、捕食といえば、肉食動物が接触に際して対象となる動物が生きていて、 しかも逃げるなり対抗するなりといった防御行動が可能であり、それを何らかの方法で拘束し、抵抗を排除し、食べるに至る過程を意味する。従って、卵を食う、死体を漁る、微生物を水ごと飲み込む、などを捕食ということはない。ろ過接触では、ペリカン等は捕食とされるがフラミンゴは捕食とされない、ヒゲクジラ類等ではほとんど捕食とされないが、 ザトウクジラは捕食とされる等場合によってまちまちである。しかし、個体群生態学や群衆生態学的観点において、捕食非食関係という場合の、捕食とは動物に限らず、植物や菌類も含めて他の生物を食う、という意味であって、特に肉食や捕獲といった意味を持たず、さらに寄生すらも含めてしまう場合もある。空くアレルの関係で結ばれた関係が、 食物連鎖、あるいは食物網である。肉食性の動物が逃げるなり抵抗するなりする可能性のある獲物を捕まえて食うこと、あるいはそのための行動である。おおよそ以下の段階に分かれる。これに至る行動には大きく分けて二つの方法がある。また、食う対象になるものが広い分類群にまたがるものと、ごく特定の獲物しか狙わないものがある。 範囲の広いものをゼネラリスト、狭いものをスペシャリストと呼ぶこともある。ありがとうございます。